はい、どうも皆さんこんばんは、モーシンです。今日もですね、仮想通貨のビットコイン、イーサリアム、XRP、その他注目アルトコイン4銘柄とドル円の状況を見ていきたいと思います。今日が2023年の9月13日水曜日、今が16時14分を回ったところです。今日の仮想通貨市場はビットコイン未だ動けず25,900ドル。ただ今日はですね、いろんな重要なイベントがあるということで、一つはアメリカの CPI 発表されるわけですが、もう一方で昨日の動画でもご紹介しました FTX の資産を売却してもいいかどうか、この裁判所の判断がですね今日発表されると、そこでまたですね市場が動くかもしれませんね。ただアナリストたちはこれが売却決行されたとしても市場への影響ほとんどないんじゃないかということも言っています。ただその中で注目しておかないといけないのは FTX 以外にもあるんですね。はい、ここもしっかり見ていきたいと思います。まあ、その中でアメリカの銀行の問題って最近聞かなくなりましたよね。一時は結構ね地銀がやばいみたいな感じもあったんですが、今はあんまり聞かないので、そういやどうなったのかなっていう感じだったんですが、結構やばくなってきてるということもあるんですよね。一体今アメリカの資金どういう状況になっているのか、こういったところも踏まえてですね、皆さんと楽しく見ていきたいと思います。このチャンネルでは仮想通貨関連、それから世界経済の動向をピックアップして相場分析と戦略構築をやっております。毎日注目銘柄ピックアップして分析したりしていますので、ぜひポチッとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは今日の仮想通貨市場の動向から見ていきたいと思います。動画に入る前に1点だけお知らせで、僕もトレードではメインで使っている FXGT、 今ですね1万5000円の新規登録ボーナス、そして 100% のウェルカムボーナスがもらえるキャンペーンをやっています。これで MT5 にですね、慣れていただいて、そこからプロ口座に移行すれば非常に低スプレッドで、しかも資金調達率も気にすることなくトレードをすることができるということで、ぜひこのあたりお得にですね、使っていただければと思います。まあ、その上で今ね公式トレード大会っていうのがですね行われていまして、賞金総額は2500万円、一応開催は9月20日から10月10日までとなっていて、今はですね登録期間になっています。今回1位は350万円、2位が280万円、6位から10位とかに入っても90万円とかっていうことで、この大会は ROI 損益率で争われますので、何パーセント増やせられたかで争われるんですね。なので大口が有利とか小口が有利とかっていうのは関係ありません。誰にでもチャンスがあるということで、ちなみに以下の概要欄から登録いただければ、僕のオリジナル取引ツールもですね無料でプレゼントしていますので、ぜひそちらもご活用いただければと思います。はい、今日の仮想通貨市場はビットコイン382万、 1.2%、 イーサに関しては233,000、 1.08%、 市場全面的に今日は反発しているという状況となりました。ただそこまで大きな変動はありませんので、やはりこの CPI にですね注視しているという状況なんじゃないかなと思います。その CPI に注目しているのはもちろん仮想通貨市場だけではなく、株式市場も同様ですね。今日の日経平均に関しては 0.21% のダウン、 32,706 円で終えています。やはり今日はですね材料に乏しかったと。まあ前日ですねアメリカの株式市場3指数全部下がりましたので、その影響を受けたっていうところと、やはり CPI の結果を見たいというところで、まあなかなかですね方向感が出なかったということが言われています。その CPI なんですけれども、今日の21時半ですね、グローウェズのプラチナムの方に関しては、僕と経済のスペシャリスト、そしてプロトレーダー3人でですね CPI ライブやりたいと思いますので、ぜひ楽しみにしていただければと思います。この CPI なんですが、まあどういう風な見方がされているかということなんですけれども、今回の CPI の上昇率は前年同月比が 3.6%、 昨日もお伝えした通り7月の 3.2% から、まあ、加速するということになっているんですが、一方で市場が注目するコア指数に関しては 4.3% という予想がされています。これは前月の 4.7% から鈍化するというふうに見込まれているわけですね。まあ一方で前月比に関しては全体で 0.6% に加速するが、コア指数に関しては6月と7月に続き 0.2% にとどまると、まあ思いっきり鈍化する予想はされてないけれども、横ばいになるんじゃないかみたいな、まあそんな予想なわけですよね。なので予想通りにいけばそこまで大きな変動はないんじゃないかと思うんですが、これが上振れすると大変なことになってくると。来週の FOMC では金利が据え置かれるとの予想が今支配的になっているんですが、これが覆されるかもしれないと、ここは相当注目ですよね。ちなみに11月の FOMC に関しては利上げの確率がほぼ五分五分で織り込まれていると。なので今市場の体制としては、今月は利上げ一旦据え置きにして、11月で利上げして、それでもう利上げが終わりなんじゃないか、こんな予想になっているわけですね。まあ、そこの予定をガラッと覆すかもしれない今日の CPI、 しっかりですね注目をしておかないといけないかなというふうに思っています。はい、じゃあここから仮想通貨関連のニュース見ていきたいと思うんですが、まず一つ目ですね、コインポストなんですけれども、 SEC のゲンスラー委員長が公聴会でですねまた発言をする機会がありました。そこでビットコインの ETF について、発言があったんですね。このあたり見ていきたいと思います。その公聴会の中でビットコインの現物 ETF を実現するために発行体がどのような条件をクリアしないといけないのかと、そういう質問があったそうなんですね。それに対しゲンスラーさんは、GBTC からビットコイン ETF の転換をめぐる SEC の訴訟で
グレースケールが有利な判決を受けた件について、いまだ裁判所の判断についてレビューをしていると、具体的な説明はしなかったということですね。まあ、ただ一方で仮想通貨の大半は有価証券の可能性があるということをですね、これまで通り強気な発言をしていて、まあ、規制の手を緩める気配はなかったということですね。まあ、その中でこのビットコイン現物 ETF なんですが、昨日またですね、アメリカの大手資産運用企業のフランクリン・テンプルトンという会社がですね、申請をしたということが伝わりました。この会社の運用資産総額もめちゃくちゃやばくて 1.4 兆ドルあるんですよね。まあ、この会社も含め今現物 ETF を申請している会社は7つになりました。これに加えてイーサリアムの現物 ETF に関しても申請が上がってきているような状況ですので、やはりもう引き続き市場の一番注目のポイントはこのビットコインの ETF、 ここにかかっているし、その前にグレースケールと SEC の訴訟ですよね。ここがどういうふうに解決していくかっていうところが本当に見ものになってくるんじゃないかなと思います。その中でブルームバーグのですね、アナリストの方、ビットコイン ETF は1500億ドルの仮想通貨ブームを引き起こす可能性があるということを言っています。まあ、具体的にはビットコインの現物 ETF にゴーサインが出た場合は、今後数年間でビットコイン市場への1500億ドルの資金流入が起こる可能性があると。これ皆さんどう感じますか？1500億ドルっていうと、まあ、日本円でいうと20何兆円とかですよね。今のビットコインの時価総額見ていくと、まあ、74兆円ぐらいあるわけですよ。なので、まあ、30% いかないぐらいの、まあ、インパクトがあるんじゃないかっていうことなんですよね。まあ、この方ブラックロックの現物 ETF は主流の金融専門家の間でビットコインの知名度をさらに高める可能性があると、ゴールデンタイムになる可能性があるっていうことを言っているんですが、その割にはそこまで大胆な予想ではなくて、割とこう控えめな予想になっているんじゃないかなと僕は感じましたね。一応この根拠として、今運用資産会社とかが運用しているお金がですね、全部で30兆ドルぐらいあると、ものすごい額なんですけれども、この 0.5% がビットコインの現物 ETF とかに割り当てられた場合、1500億ドル相当になると、まあ、そういった計算方法らしいんですよね。まあ、ただ今後おそらく、まあ、世界的にもですね、インフレが進んでいったりして、新興国ではビットコインや暗号資産のですね、こう保有率どんどん上がっていってるっていう状況もありますし、仮想通貨の盛り上がりが来た場合は新規のユーザーとかも入ってくる可能性がありますので、まあ、この資産よりも僕は多くですね、資金が入ってくるんじゃないかなと予想はしています。特に直近別のアナリストは供給量のわずか 5% をめぐってたくさん争いが起こるんじゃないかっていうことも言われていて、ほとんどの方が長期投資していると、ほとんどホールドしているわけですよね。そうなるともう本当に流通されている量っていうのは本当に 5% ぐらいじゃないかっていうロジックから、今後指数関数的に上昇していく可能性もあるんじゃないか、まあ、そんな見方もあるわけですよね。まあ、いずれにしても新規のユーザーがやっぱり入ってくるっていうことは非常に重要な、ポイントになるんじゃないかなと思うんですが、今日ペイパルではですね、アメリカのユーザーがメタマスク経由で仮想通貨を換金することができるようになったっていうことがですね、話題になっています。具体的には、まあ、ペイパルに自分のウォレットをつなげば、そこでですね、換金してくれてペイパルにドルの残高が増えるみたいな、まあ、そういう換金の方法がですね、できるようになったそうなんですよね。まあ、こういったイノベーション、ビザカードとかも含めてたくさん起こっていますので、やっぱり市場が盛り上がる前にここが整備されていれば、新規のユーザーも非常に入ってきやすい状況にはなるんじゃないかなと思います。まあ、そういったビットコイン現物 ETF への期待感がある中で、直近懸念されているのがこちらのニュース、 FTX の資産売却ですよね。これに関してただアナリストの方々は大げさだろうということを言っていて、それほど心配する必要はないということを言ってるんですよね。まあ、昨日もお伝えした通り、 FTX の売却する資産に関しては34億ドルあると、それを売却していいかどうかっていう判断が今日のアメリカ時間で裁判所が判断するということになっているんですが、まあ、そもそもこの会社が持っている暗号資産って初期でね、投資している、要はシードラウンドで投資しているような暗号資産が多いので、結構ロックアップされていると。なので半分以上はロックアップされた資産で、すぐ売ることができないっていうことが一つ言われているところと、まあ、とある暗号資産の運用会社の方も、今資産管理しているのはギャラクシーですけれども、非常にゆっくりと機会を狙って売却していくことになるということを言っているので、まあ、それほど心配する必要はないということを言ってるんですよね。まあ、ただ一方で今懸念しないといけないのは FTX だけじゃないっていうことも言われていて、例えばマウントゴックスの関財に、それからアメリカのシルクロード事件で押収したビットコイン、これをですね、まあ、売却してくる可能性もあって、まだまだですね、売り圧は続くんじゃないかというふうに予想している人もいるよっていうことも言われています。ちなみにシルクロード事件に関して、昨年11月に押収された5万 BTC を今段階的に売却しているということなんですが、これも額が非常に小さいですし、マウントゴックスの件もね、以前もお伝えしたと思うんですが、かなりですね、その市場に与えるインパクトとしては小さい額なんですよね。なので僕はこのあたりそこまでね、気にはしていないんですが、ただ以前もアメリカ政府が持っている15万 BTC ぐらいでしたかね、それをまあ売却しようとしているんじゃないかみたいな、そのオンチェーン上の動きを察知して急落したりとかね、懸念か
から急落が発生したりとかっていうのは十分にあるので、まだまだ今の市場環境ではこういったニュースにですね、反応してしまう場面は引き続くんじゃないかなというふうに思っています。まあ、そんな中で仮想通貨市場今注目されているポイントとしては、やはりアメリカ経済とのこの連動性、相関関係ですよね。アメリカ経済が悪くなればビットコインもただじゃ済まないんじゃないかと、まあ、そういった分析はたくさんされているんですが、今日 JP モルガンの CEO、ジェイミー・ダイモンさんがですね、景気後退を警告していると。今市場ではこれ景気後退、ソフトランディングって言って経済にそこまでダメージを与えずにインフレを落ち着かすことができるんじゃないかっていう期待感めちゃくちゃ溢れているわけですね。ただ JP モルガンの CEO の方は、米国経済が何年も好調に続くと考えるのは大きな間違いであると警告していると。今アメリカの企業は現在の業績を見てそれほど悪くないと判断してかなりいい気分になっていると。ただしそれらの事態は変わる可能性十分にあると。今後12ヶ月後または18ヶ月後どうなっているかは分かりませんよと、結構強い言葉でですね警告しているんですよね。まあ、その背景としてはこういった事情もあるんじゃないかなと思うんですが、アメリカの銀行危機、これ意外とですねやばいんじゃないかっていうことも言われていて、預金がねどんどん減少しているということが言われているんですよね。まあ、一時シリコンバレー銀行の破綻とかで銀行危機いろいろ言われましたが、アメリカの銀行は今そのシリコンバレー銀行の破綻以来最大の週間預金流出を記録しているということが言われているんですよね。この報告書を見ていくと、銀行預金総額が先週だけで700億ドル以上減少したということで、こちらがそのデータなんですけれども、3月の銀行危機以降ずっと上がってこないですよね。でしかも直近ではガクッと下がっていると。それから銀行の運用面もまずくなってきているんじゃないかということで、まあ、直近連日報道されていますが、アメリカの10年国債利回りかなり上昇してますよね。まあ、利回りが上がると債券価格は下がりますので、多くの銀行が国債を持っている状況の中で含み損になっていると、さらに9月末はそうなる可能性が高くて、銀行にとってはさらに大きな含み損が発生する可能性があるということも言われているんですよね。もちろんこの銀行危機に関しては以前ビットコインに対してはポジティブな影響を与えたっていうこともありましたので、まあどうなるかっていうのは分かりませんが、依然として不確実な要素はまだまだあるというところはしっかりですね認識しておくべきなんじゃないかなというふうに思っています。その中でビットコインね、例年10月に関してはパフォーマンス非常にいいので、そこからどうなるかっていうのは注目したいですよね。まあその中でビットコインの板の状況を見ていくんですが、やはり依然として売り板買い板非常に薄いですよね。今日の CPI でも大きな変動になる可能性がありますので、ここは注意が必要かなと思います。今買い板に関してはそうですね、24,800、ここがピンポイントでですね厚くなっているっていうところと、まあ、大きなところとしては25,500付近まで厚くなっていますかね。一方で売り板に関しては27,000ドル、ここがですね意識されてきております。それから以前と変わらず26,500付近ですね、この辺りまで厚くなっているという状況が確認されます。こういった外部環境を踏まえて今日の相場分析入っていきたいと思います。はい、じゃあまずはビットコインの冷やしから見ていきたいと思います。今のビットコインが26,000ドルちょうど、26,100ぐらいでね、動いている状況となっています。昨日の冷やしなんですが、大きな上髭をつけてしまいましたが、一応陽線で全戻ししたと。今日のところに関しても昨日の終値の水準からまたさらにですね上昇していっているということで、短期的にこう強気ムードがですね戻ってきているという状況となっています。これ4時間足で見ると、下げ前水準ここですよね、ここまで全戻ししてそれをさらにぶち抜いてからの戻ってきて底固めをしたような状況なんですね。しかもその底固めに移動平均線20、50、100がまあ密集しているということで、まあ、確かに短期的には上昇していく可能性が出てきたかなというふうに思っています。まあ、ただそれも26,800とか27,000付近、ここがね、限度なんじゃないかなと思っていて、僕の予想的には引き続きですね9月に関しては、まあ、横ばいの、相場が続くんじゃないかなと、むしろその中で25,000を一旦また割るような展開も訪れるんじゃないかなというふうに予想はしています。はい、その中で、まあ、CPI でね、どんな展開になるかっていうところは今日注目したいかなというふうに思っています。イーサに関しても戻っては来ていますが、まだ全戻しまでは行ってないですね。今が1600ドル付近ということで、結果的にはこの1520、30付近のサポートですね、これが綺麗に効いて反発しているという状況となりました。ただこちらも依然として高値切り下げ、安値切り下げ、そして移動平均線たちはデッドクロスを起こしていると、まあ、そういった状況の中でやっぱり上がっていきにくい、上がっていったとしても1700まではいかないんじゃないかなっていうところで、まあ変わらずですね、こう低迷する、もしくは下を試すような展開が今後もですね続くんじゃないかなというふうに今のところは見ています。はい、 XRP に関しても一旦ですね上昇反発をしておりますが、今48セント、これもやっぱり50セントのところ付近までで止まるんじゃないかなと今のところは思っています。やはり移動平均線のこの抵抗っていうのは非常に強いんじゃないかなというところで、まだまだですね上値の重たい状況は続き、45セント付近でどうなるかっていうね、そういった、まあ、低迷相場になることを予想しています。ソラナに関してもやっぱり直
近でですね、大きな売り圧に見舞われました。直近で反発しようとしていますが、なかなか上げきれませんね。これやっぱり引き続き買いにくい状況であることは間違いないんじゃないかなと思います。この相場だけ見ると移動平均線も密集していて、この抵抗ライン非常に重たいですので、まあ、普通に考えるともう一段下、この15ドル付近のサポートラインまで下がっていく可能性が高いんじゃないかなというふうに今のところは見ております。その中でアスターに関してなんですけれども、昨日の日足一時上がっていたんですが戻されましたよね。結局これで4日連続で陰線をつけているという状況となりました。こうなってくると、昨日も言っていた三尊天井のシナリオが、まあ、高まってくるわけですよね。移動平均線も一時はですね、上向いていたような状況だったんですが、ちょっとね横ばいに変わってきつつあると。しかも移動平均線日足レベルの50と200を今下抜けしているような状況となりましたので、ここまで下がるとちょっとね横ばい、もしくはこの 5.1セントの、ネックラインとなるポイントを下に抜けるシナリオも考えておかないといけない状況になりつつありますね。まだ分かりませんけれども、はい、ここでね安値をちゃんと切り上げれるかどうか、ここにですね注目しておかないといけないかなというふうに思っています。それから体のエーダー、今が24セント付近で動いていて、直近ずっと守ってきたこの25セントラインを下に抜けたんですよね。まあ、こうなるとまた一段とですね下に向かっていく可能性が高まっているということで、まあ、移動平均線も今パーフェクトオーダー、非常に下落が強い勢いっていうことを示す位置関係で動いていますので、まあこの状況だと本当に20セント付近まで、こう下げが続いてもおかしくない状況なんじゃないかなと思います。今後25セントぐらいまで戻ったら、まあ、また売られると、まあいわゆるロールリバーサルが綺麗にね、完成して下に向かっていくんじゃないかなと予想していますので、まあ、このあたりでねショート戦略っていうのはデイトレ的にも有効になるんじゃないかなと思っています。はい、それからステラルーメンなんですが、ここ3日間続落して今が 11.9 セント、まあ、言っていたこの辺の価格帯まで下がってきているわけですよね。であとはこの辺の価格帯、直近で底固めをしたっていうところもあって、まあ、割と硬いんじゃないかというふうに予想をしています。まあ、とはいえ直近このネックラインを抜けて上昇基調になっていた中での戻しになっていますので、ここから V 字回復っていうのはなかなかしづらいということで、まあ、このエリアの中でですね12セント前後のところで、まあ、まずはですね横ばいに動いていくんじゃないかなと予想をしています。じゃ最後ドル円なんですが、ドル円は好調ですね。今日は 147.36 まで今上昇していまして、ここのサポートラインが綺麗に効いたという状況は続いていますよね。まあ、引き続きやっぱりねこう CPI 次第ではあるんですが、ドル買いが続くんじゃないかっていう予想もされている中で、一旦は150円を試しに行く展開っていうのは直近で見られるんじゃないかなというふうに個人的には思っています。はい、ドルインデックスもね、結局今のところまた強い方向に動き出しましたので、引き続き円安が続き150円付近で日本が何かしらの対策に打って出ると、まあ、そんな雰囲気なのかなと思っているんですが、まあ、今のところはですね上昇目線で見ている状況です。ということで今日は7通貨とドル円の状況を見てきました。今日の CPI、 そして FTX の資産売却されるかどうか、裁判所の判断非常に注目されますよね。それからステラルーメンに関しては今日何かしらの発表をするっていうことも言っています。今日の夜中の値動きはしっかり警戒した上でトレードしていかないといけないかなというふうに個人的には思っています。ということで今日の動画はここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。